はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきたいと思います。今日ご紹介する本はですね、まあこれはもうちょっとね、ついに来ましたよ。女帝小池百合子、これを紹介したいと思います。これはね、もうね、まあ著者小川妙子さん、今年ですね、集英社から出てまして、これね、もう本当こう結構出版されてから本当いろんなところでいろんな人がね紹介しててね、この本はちょっと読まなきゃなと思ってて、まあ、決定的だったのはやっぱプチカシマさんっていう僕のね好きなこう時事ネタ芸人、新聞を12紙毎日購読してるという、この人ですね。この人がダースレーダーさんっていう、まあ、ラッパーの人とね YouTube で昼からなんですっていうですね、もうめちゃくちゃ面白い番組、もうどんなテレビより面白いじゃないですか今昼からなんです。昼からなんです一本見とけばテレビとか見る必要ないと僕は思いますよ。それぐらい面白いです。でその昼からなんですで、まあ、ただおじさん二人が話してるだけなんだけど、もうめちゃくちゃ面白いんですよ。その時事ネタとかをね喋る。でまあ二人のその知識があるからさ、やっぱその掛け合いとかもめちゃくちゃもう軽妙で面白くて。でその昼からなんですで、もうね、鹿島さんが小池百合子の女帝小池百合子を持って、もうこれは都民の教科書なので、一人一冊持って読むようにみたいなこと言ってて、それぐらい面白いって、面白いっていうかまあ大ね、それが重要な本だって言ってて、でまあいやこれは買うでしょうと思って買いましたよ僕も。で Kindle で電子書籍で読みました。だから残念なのは紙の本だともうちょっとこう写真のところとかはやっぱ Kindle ってね、なんかなんていうかカラーの部分とかがまあ、ペーパーホワイトなので特にね見れなかった。それはじゃ残念なんだけれども、もう面白さはもう本当面白くて、僕もしかしたらですけど今年読んだ本で今んとこ一番面白いかもしれないです。はい、だから半年間多分150ぐらいは読んでると思うんですけど、今年に入ってねナンバーワンかもしれないですねこの本。はい、ぐらい面白かったです。でもう鹿島さんも言ってましたけども、本当もう読んでください皆さんこれも国民の教科書として推奨したいですね僕はね、この女帝小池百合子はね。でまあだからこの本ねもう面白すぎて、その魅力をね余すところなくね紹介するなんていうのはね到底不可能なんで、だからちょっと自信はないんですよ正直。だから、こういう形で紹介するような本ではないんですよね、だから本来ね、だから、皆さんになるべくですねこの本をもう読む時間なんてないんだよと、陣内とちょっと読んだお前がちょっと教えてくれよと、解説せんかいみたいな人に対して、じゃあ効率よくブリーフィングできるかというとちょっとね自信がないんでございますけれども、でもなるべくですね皆さんのですねその要望にね応えるようなですねそんな解説ができたらなと思います。そして願わくばぜひ手に取ってね本当読んでいただきたい。でまあくしくもですね、くしくもというかそのあれですよ、その都知事選がありましたわね、7月に6日だったかな。で、ちなみに僕は、その前々回の選挙、まあ、小池さんが当選した選挙ですね、舛添さんが失脚した後に小池さんが当選したという選挙が、これが何年だあれ、2016とかだったかな、7だったかなぐらい、みたいな感じだったですけれどもその時は僕ははっきり覚えてるんですけど白票を投じましたね。だから選挙を期日前投票でその会場に行って、選挙紙に、こういう無駄な選挙にもうお金を使わないでくださいって書いて投票しました。というのはもう小池百合子ってだけは僕はありえないと思ってたし、でじゃあその他の人たちってなんか別に入れたい人が本当にいなかったから、そんな感じでしたね。で今回は僕はもう一択でしたね、もう宇都宮さんでしたね、宇都宮さん一択で宇都宮さんに入れました。はい、もうまあそのメンツを見た時に最もまともな人だし、まあ彼は弁護士でやっぱその弱者を救済するということを実際でずっと実践してきた方だし、
本当に信念のある方だっていうのは、まあ、ところどころの発言で、思うので、まあ、宇都宮さんでした。でもまあ、90万票ぐらいだったかな、集まったんですね、宇都宮さん。でもやっぱりもう300万とかで、もう圧勝でしたけれども、小池さんはね。でまあ、なんで僕がじゃあ小池さんに一貫して僕は支持してないかというと、僕はまあその彼女のこの女帝小池百合子を読む前から一貫して支持してなかったんですよ。でも一つ目は、彼女はまずそのタカ派であることは間違いないですよね。その排除発言からも分かるように、憲法観とか、そういうね、国防に関してのことで、ね、同意できない人は排除しますって言ったんですよね、彼女は。だからその自分が右翼っていうか、まあタカ派であるということを思って民主党の議員を排除した、希望の党のね、騒動の時にって、まあ、そういうポピュリスト的なところ、タカ派的なところはまず一つ。あともう一つが、まあ彼女も完全にポピュリストだったっていうのはもう見ててわかるから、もう本当に劇場型政治っていう意味では小泉純一郎を思わせるぐらい劇場型、その分かりやすい敵を作って自分がヒロインになっていくっていう、そういう構図で、人をですね、の感情、その要はライトな市民っていうんですか、その政治のこととかあんまよく分かんない、テレビは時々見る、よく考え、もう本も読まないね、新聞も読んでない、本も読まないし、時々テレビは見るけど政治のこととかよく分かりません。そういう人に一番響くのが何なのか、彼女はよく分かってます。だからそれも完全にポピュリストですね。だから僕はポピュリストは支持しないっていうのをもう一貫して決めてるから、彼女は支持しません。でだけどこの本を読んで、もうその支持しないというレベルではないということがよく分かりました。もうそういうレベルじゃなくて、もう積極的にこれはまずいぞというのを啓蒙しなければいけないほどやばい案件の人なんだっていうのがこの本を読むとよく分かります。っていうことをどうやってじゃあ説明していくか、まあだから彼女のもうね、人生をですね、つぶさにですね、小川妙子さんはですね、本当にもうジャーナリストの手法で、彼女の関係者にもう何百人もインタビューしてですね、過去の彼女の発言、彼女がインタビューされた記事、彼女が自分で書いた本、それらも全部過去のアーカイブ全部読んでですね、彼女がこの公式にした発言とかも、全部新聞も調べてね、辿っていって、彼女という人物が、小池百合子という人物がどんな人物なのかということを、まあ暴き出すというか、その何ていうかな、その復元していくっていうかね、考古学者のようにですね、そういう試みなんですよ。だから本当にね、丹念に調べられてます。それもまず面白い、それだけでももう面白いんですけど、それでじゃあ分かってくるのは何かというと、これが本当に怖いんですけど、でね、その小川さんがもう最初に書いてるんですけど、本当に何百人もに、ね、インタビューしてきね、取材したけれども、すっごい多くの人が、まあ、取材をまず拒否したと、ね、小池さんに関わった人、それは政治だけじゃないですよ、かつてのクラスメートとか、かつてなんかで付き合いのあった人とか、いろんな形で接点のあった人に、小池さんの話聞かせてくれますかって聞くと、まず拒否する人がすごく多い。でこれはその普通に彼女は他の、ね、取材もしてますから、そういうものと比べても多いと。ただそれ最近日本では取材し、受け入れないよねって、そういう話じゃなくて多いと、とにかくその優位に多いと。でなおかつその取材をアポイントまでこぎつけたけどね、じゃあ何時に、じゃあ池袋のこの喫茶店で会いましょう、やった取材ができるって思ったら、当日その人が現れないとか、でその人に電話しても携帯番号が変わってるとかね、そういうことにも出会ったし、あともうなインタビューにじゃあ答えてくれた時に本当に釘を刺されるんですって。絶対に私が言ったということだけは言わないでくださいと言ってから話し始めると。でこれどういうことかっていうと、小池百合子という人はですね、その自分について不利な発言をした人とかをことごとく、まあ消してきた人なんですよ。だからこれを言うと自分が今度は消されるってみんな分かってるんですよね、はい、粛清されるのが怖いんですよ。
だから小川さん自身も本当命がけだったと思いますよ、この本を書いたというのは。はい、それぐらいなことです。で、まあ、あの一番大事な証言がこの、ね、本では、ある。それはですね、あのね、早川さん、これもちろん仮名ですけれども、早川さんという、小池百合子さんがカイロ大学にですね留学していた時のルームメイト、この人からのインタビューの部分がすごく長いんですけれども、この人の証言というのを聞くとですね、本当にもうちょっとね背筋が凍るというかですね、すごいんですよ、すごいんです。で、もうなかなか本編に行きませんけれども、これだけは言いたいのは、あのね、もう東野圭吾の名作に、白夜行っていうね、小説があるんですよ、白夜行っていう。で、その白夜行の主人公は、確かみゆき、ゆきほか、ゆきほだったかみゆきっていうですね、人物です。で、彼女はその震災があった神戸で生まれるんですよ。でね、その彼女の生い立ちというのはすごくですね不幸な生い立ちで、それでその不幸な生い立ちがまず語られて、その後に彼女がじゃあ成人するんですけれども、白夜行の中で、そのユキホだったかみゆきはソシオパスなんですよ、要はね。で、その自この彼女のに不都合な人がなぜか消えていくっていう、世の中から。で、それが本当に不自然に消えていくんですよ。でも周りの人は全然気づかないんです、そんなことにも。で、なんかあの人は捉えどころのないということだけは分かるんですよ。だけどその彼女がそんなことをね、その証拠なんてもう一切残さない。で、実は影武者がいて、その影武者がね、その神戸の震災とも関わっててという、まあもうすごい重厚な人間ドラマであり、またそのサイコパスものとしてもすっごい面白いんですよね。人間って怖いなっていうね、僕大好きな小説の一つで、その白夜行に出てくる主人公と小池百合子のこのそのね、女帝を読んだ時のその読後感というか、読んでる感じがもう本当に似てて怖いんですよ、とにかく。はい、怖いんです。で、どう怖いかというと、嘘で塗り固められた人生独特の怖さなんですよね。はい、もう嘘のオンパレードなんですよ、小池百合子の人生って。これもう本当にこれ読んでいただければ分かるんですけれども、はい、で、まあ、これね、まあ、あるね彼女の、まあ、引用に早速入ってきます。もう引用めちゃくちゃ多すぎて、僕メモりすぎたからちょっと全部は絶対紹介できないけれど、これはというのを選びながらちょっとね紹介していきたいんですけれど、まずですね、彼女に彼女の過去を知る人の証言ですけれども、1ナンバー36番ですね。何でも作ってしまう人だからと、自分の都合のいいように空想なのか夢なのかそれすらさっぱりわからないと。彼女は白昼夢の中に生きていて、白昼夢の中を生きていると。白昼夢の中にいて、白昼夢の中を生きている。願望は彼女にとっては事実と一緒、彼女が生み出す蜃気楼、彼女が白昼見る夢に皆が引きずり込まれている。蜃気楼とも気づかずに、確かに蜃気楼のようなものであるかもしれないと私は話を聞きながら思ったっていうですね。だから、まあ、例えばそのカイロ大学卒業の件あるじゃないですか。あれね、カイロ大学が卒業しましたよっていう証明書をね、なんか手紙が来たんですよね。で、それがメディアが報じて、なんか騒ぎが収まりましたけれども、あれは多分あの証明書自体が怪しいんですよ。あのね、僕は確実に言いますけど、卒業してないです、あれ。この本読んでください。この本読んだらどうして卒業してないのかっていうのがよくわかります。卒業してないです。だから論、もう学歴ロンダリングですよ。だから、あれね、小池百合子って実は尊敬案件なんですよ。だけど小池百合子とショーン・ケーンの違いは何かというと、小池百合子は、権力を手にしたことで、日本はですね ODA っていうね、まあ、国際援助で、エジプトにめちゃくちゃ莫大な、ね、お金つぎ込んでるんですよ。だから、エジプトという国は、そのエジプト
ト大学を出た、カイロ大学を出たということでキャリアを築いた小池百合子が政府の要職についているということで利益を受けてきたんですよ。だから、その疑惑をなんていうかな、その権力で握りつぶすことができるほどのパワーを持ったのが小池百合子なんです。だからショーン K ウィズパワーが小池百合子なんですよね。だからカイロ大学のこと、あれはもう明らかな嘘なんですね。実は卒業してないです。これの本読んでください。本当に何度も彼女はそのね、卒業証書これですって言うんだけど、その卒業証書のエジプト語が間違ってたりするんです。だからこれって本物が間違いますかそれね、とかね。あとミスこうじゃなくてミスターになってたりするんですよ、こういう経過それ性別間違えますか、卒業証書のね。だからそういうことも含めて本当に卒業してないんですよね。でもそれを権力で握りつぶしてきたってことがあって、でじゃあこれって何なのかっていうと、実は小池百合子さんの生き方ってずっとそうで、自分がこうだったらいいなっていうことをとにかく言うんです。こうだったよって言うんです。事実として言うんですよ。でそれを事実として固定していくんですよ。だから自分の願望を現実として語ることで、それを現実を置き換えていくということをずっとしてきた人なんですよ。これ本当に怖いんですよね。はい、1ナンバー92番ですね。そのカイロ大学周りの話でこういう話があるんですね。例えば彼女はエジプトの名門校として知られるカイロ大学を正規の4年で卒業することのできた最初の日本人であり、首席だったと何度となく述べていると。1972年に入学し、76年に卒業したと。だがテレビタレント時代に発表した1冊目の著書、振袖ピラミッドを登るには1年目は留年してと彼女自身が書いていると、ね、4年で卒業したって何度も別な場所で言ってるんだけど、1年目は留年してて自分の本に書いちゃうんですよ。だから多分もう分かんないじゃないですか。自分で言ってることは矛盾してるんですよ。で留年したのならば卒業は1977年以降でなければおかしい。しかだいたい学生数が10万人を超える外国の名門大学を留学生が首席で卒業できるものなのか、こうしたほころびは一つや二つではなかったというですね。はい、ということで、これね、首席問題っていうのがあって、ずっとですね、小池百合子はカイロ大学を首席で卒業したっていうのを日本のメディアで語り続けました。そして日本のメディアはその話に乗っちゃったんです。バカだから、メディアがバカだっていう話でもあるんですよ、この本を読むとね。で、で結局ね、今ね、都議会でそれ追及された時に小池百合子は何て言ったかというと、皆さんその言い逃れ知ってます？こう言ったんですよ、小池百合子は。先生によくできましたって言われたから、嬉しくなって首席だって言っちゃったってことですってすごくないですかね、皆さんね。だから自分のね、さ、じゃあ高校とか皆さん普通科のじゃあ高校行ったとしましょうよね。でその時に担任の先生が、君この前のテストよかったよって言われた、その言葉を受け取って、あ、私はこの学校ので順位が一番なんだって思う人います？いませんよね。で、小池百合子さんが首席だって言ったのはその程度のことだったってことなんですよ。で、彼女の人生のキャリアって全部その程度のことで嘘を、なんていうか嘘という階段をずっと登ってきた人なんですよね。はい。でね、じゃあね、彼女について僕は結構、なんていうのかな、ただじゃあもうとんでもないやつだと、もうこんなサイコパスはこのね、この政治の世界からいなくなれとか、まあそれも正論だし、僕もそうちょっと言ってほしくはないなと思いますよ、もちろん。だけれども、あのね、彼女のね、またそのね、生い立ちっていうのがここに語られるんですけども、それは彼女のお父さんのこととか、まあ幼稚園時代のね、知り合いとかにインタビューしたのをつなぎ合わせていくんですよね、小川妙子さんが。そうするとある事実が分かってくるんですよ。それは何かというと、小池さんという人がですね、実はね、まあまあ、まあすごくその育ちということで言えば恵まれてないんですよね。どう恵まれていなかったかというと、まあ、彼女その蜃気楼論法で、さっき言ったように蜃気楼論法でずっと彼女は自分は芦屋のお嬢様だったって言ってるんですよ、いろんなメディアでね。だけど実は違うんですよ。それも芦屋の中でも一番尼崎に近い、だからあそこ芦屋っていうのはちょっとっていう場所っていうのがあってね、そこのまあ比較的貧乏な
過程で生まれてるんです。だから芦屋ってですね、その地区ではすっごいもう本当に政治家の子供とか大企業の、ね、御曹司とかいっぱいいるんですよ、ね、だけどもうやんごとなき家庭の人がいっぱいいる。だけど芦屋のその小学校っていうのは公立の小学校っていうのはそういう人も来るし、で小池さんのようなもうちょっと川のそばで、あそこもはやあれは尼崎だろうっていうところからも来るんですよ。だからもうその高低差がすごい小学校で育ったんですね、小池さんって。でその中で一番だからそのカーストでいうともう一番底の底にいたんだけど、それを彼女は要はハッタリで上の方にいるかのように見せるということを学んだんです、そこで、ね、そしてそれにお母さんとかお父さんも加担するんですよ。でちなみにその小池百合子のお父さん問題というのがあって、小池裕次郎という人なんですけど、この人がまたねこういう人をお父さんにじゃあ持ったら僕自身もまっすぐに育ったかというと僕もショーン K になってたかもしれない。小池裕次郎が僕のお父さんだったらそういう人なんです。まあ一言で言うと、山氏みたいな人なんですよ、小池百合子のお父さんって。でね、1ナンバー165番にこうあるんですね。百合子を理解するには両親とりわけ父親の裕次郎を知る必要があると言われる。父からの影響を抜きにして彼女の反省を語ることができない。口の悪い人たちはあの詐欺師山氏政治ごろと忌み嫌うとまあ寅さんみたいな人だよね、大陸浪人風というか、そう語る人は随分と好意的な方だろうと。まあ、よくて寅さんだと。で、もう悪いと山氏とか詐欺師とかになってくると。で、著名人、とりわけ政治家が大好きで、大ボラを吹いては時に周囲に深刻な金銭の絡んだ被害を与えたというと。その尻拭いを一番させられることになったのは、後年政治家となる娘であったことだろうということで、このお父さんが本当にね、大変な人なんですよ。ね。だからまあ、大ボラを吹いては時に、だから、なんていうのかな。あのね、すごいくて、ね、これね、お父さんってこういう人だったんですね。例えばそのね、まあ、石原慎太郎にですね、すごいね、傾倒してたんですよ。で、石原慎、だから彼はなんかこう、政治家とつながりがある、コネがある、みたいなことを、こう、吹いて回るのが好きだった人なんですね。まあ、そういう人って時々いるじゃないですか。でも、小池のねお父さんの裕次郎はもうそれがひどくて、どういう感じだったかというと、例えばその石原慎太郎のそのなんか主催するパーティーとかに、呼ばれてもないのに行って、でそこの場に居合わせるじゃないですか。そうしたら後に神戸に帰った時に、友達にもう裕次郎にちょっとアドバイスしてやったんだけど、石原にをちょっとアドバイスしてやったんだけどよ、あれ今回よ、なんかあいつ小説書いた後政治家になるって言ってんだろ、あれ俺のアドバイスだよ、もうあいつとはもう通過だからねとかって、多分喋ってもないんですよそういう人いるじゃないですかそれでそのね、あれなんで蜃気楼を見せつけることで周りの人が、あ、もしかしたらすごい人なのかもしれない、この小池裕次郎という人はって、騙される人も10人いたら1人ぐらいいるんですよ。でその人が金銭的なダメージを受けるっていうもう地獄みたいな風景なんだけれども、そういう人だったんですって。でね、実はですね、小池百合子さんもそういうこと結構やってて、で呼ばれてもないのに勝手に駆けつけて、そして、後で、呼ばれた、あれは呼ばれたんだ、あれは私を指名して私だけが呼ばれたんだと、なんだったら言ったりするっていう意味では、小池百合子もその手法を学んでるんですね、お父さんからね。でもう一つね、僕がその大事だなと思うのは、まあ小池さんね、顔にね、あざがあると。でこれ僕要はこの本を読むまではっきり認識してなかったんですね。だけど前回の選挙の時に、実はあって、小池さんがもう当選を確定したと言っていい動きは何だったかというと、石原慎太郎が厚化粧の豊島って言ったんですよ。ね。で、まあ、石原慎太郎もすげえ人で。で、これだから、もう親子なんだ。石原家と小池家の因縁ってすごくて、裕次郎は石原慎太郎と実は接点がある。だけど、石原慎太郎としては裕次郎なんてもうハエぐらいにしか思ってなかった。で、その慎太郎の出現によって、小池百合子が都知事になったっていうすごい話があるんですよ。だから、慎太郎が、
あの厚化粧の豊島って言ったんですよね。それで、で、それは、まあ、石原さんとしてはですね、まあ、小池さんのお父さんのことも知ってるし、まあ、小池さんっていう人が、まあ、どういう怪しい人なのかっていうのも、まあ、まあまあそれなりに知ってるわけですよ。で、それをまあ揶揄した。だけどそういうのが公になっちゃうと、やっぱり世間というのは、なんてことだと。そんな女性蔑視的な発言をって言って、もう女性票をもうぐわっと引きつけてですね、一気にですね、小池さんの人気が高まった。で、その時に、小池さんがもう確定したのは何かというと、その厚化粧の豊島って言われたのを受けて、選挙演説で池袋だったかな。で、言ったのが、まあもう皆さん、緑のものを身につけてくださいとか言ってやったじゃないですか。で、その時に、私はね、厚化粧の豊島とかって言われてるけども、ここは豊島区ですとかって別につまんないジョークを言って、その後に、私は顔にあざがあるんですと、ね、それを昔からそれをずっと隠してきて、でね、化粧をね、そうやってドーランを塗ってるんです。そういうね、体のね、弱さとかも抱えてる人のね、気持ちもわかる政治をこれから私はしていきますとか言ってて、みんなが熱狂したんですよね。で、それがまあ彼女の人気を確かなものにしていく。でも、そのさらに怖い話は、その後そういう熱狂した人をバンバン切っていったのが小池百合子っていう。怖いよ、本当に。それで、まあ、ちょっと話戻しますわ。だからそのあざですよ。で、あざに関しては、だからその僕はあれも覚えてたし、だけど、小池さんをじゃあテレビでずっと見てて、ずっとそんなに注目もね、してないけど、でも、あざのある人として認識はしてなかった、僕正直ね。だけど、あ、そういうこともあるんだなと思って。で、思った。だけど、この女帝小池百合子を読んだ時に、このあざっていうのが彼女の人生のすごい大事な要素なんですよね。鍵となる要素なんですよ、このあざが。顔のあざがね。で、もし彼女に顔にあざがなかったら、もうちょっと違った人生になってたかもしれない、ショーン・ケインにならなかったかもしれないとかって思ったりもします。だから、そのでね、彼女にはいとこで、すごいね、美しいいとこがいたんですよ、ね、で、そのいとこといつもね、比べられてたんですね、博多のいとこでね。で、彼女には朝があって、で、美しいあざのないいとこがいる。で、このコンプレックスっていうのが、まあ、その親子2代にわたって お母さんもそれをコンプレックスに思ってるわけですよ。で、それを小池さんは分かるわけで、とかっていうことがすごいね、どれだけ彼女の人生に、なんていうのかな、暗い影を落としたのかっていうこともちょっと考えると、なんていうかな、ただ怖い人っていうだけじゃなくて、やっぱその映画で言うと、そのジョーカーじゃないですけど、ヒールにはヒールなりの理由があるんだなっていうことが分かったりもしてね。それが252ページですよね。小池を知るある人物に聞いた時、ある人物に話を聞いた時のことだと。口の重い人だったが、突然声を荒げると席を切ったように話し始めた。皆で飲み明かした朝の日の朝だったと。疲れてくると化粧の下から浮き上がってくるんだ。びっくりして声を上げそうになったんだ。知らなかったんだよ。こっちの表情を見て、彼女ははっと顔を背けた。そんな経験を何度もしてきたんだろう。子供の頃から、その時生まれながらの犠牲者なんだと思った。どれだけ子供の頃いじめられたり嫌われたか、どれだけ将来を儚んだか、運命を呪ったか、実際彼女はコンプレックスの塊じゃないかって、ある人が口を開いたっていうね。で、それは生まれた子の責任であるわけがない。母親の責任であるわけもない。だが日本ではひどい迷信が当たり前のようにまかり通っていた。妊婦には家事を見るな、あざのある子供が生まれると平気で口にしていたし、あざがあるのは前世の因縁と信じる人さえいた。産んだ母も子供も女の子なのに、なんであざなんかと理不尽に非難された。母親の苦悩は深かったのだろう。あるいはそれも舅との溝を深める一因となったのではないかということで、本当にね、この小さい頃にお母さんが何度もですね、病院に連れてってるんですよね、小池さんのね、そのあざがなんとか治らないかっていうこと。
で。で、まあ、女の子っていうのは、まあ、今以上にね、やっぱりその女の子っていうのは、なんていうかこう、その、中身はどうこうよりも、美しく着飾って、ね、いい男に見つけてもらって、嫁に行って、幸せな結婚をするのが女の幸せみたいなのがまだあった頃に生まれてますから、今そんなこと言う人はいないですけど、女性だろうが男性だろうがね、全然働くし子育てもするしという時代ですから。で、当時というのは今とは全然違うから、女性ね、女の子にそのやっぱ顔に何かそのマイナスものがあるということがどれだけね彼女にとって辛いことだったのか、でそれをまあ、お母さんは隠そうとした、それが彼女の人生にどれだけ大きな影響を与えたかっていうことですよね。で、こういうエピソードが紹介されてて面白かったのが、あの神戸ってですね、やっぱあのおしゃれな街だし、ね、高級な街でもあるから、あのファミリアって皆さんご存知でしょうかね、あのミキハウスとかあるじゃないですか、その子供服のね。で、なんか僕も全然詳しくないんだけど、あの僕のね、妻は幼稚園の先生なので、そのいうブランドのなんて子供服のこととか詳しくて、なんかファミリアってね、なんかすごい一番なんかトップなんですって。トップ一番高級な子供服ってファミリアなんですって。で、だから皇室とかも使ってるんじゃないですか、もしかしたらね。それが神戸にあるんですよ、その本社っていうかね。で、もうあの小池さんのだから住んでた地区っていうのは、あの足屋と隣り合わせだから、ファミリアの服を着てる、まあ、やっぱいい家の、ね、子たちはみんなファミリアの服を着てたと。だけど小池さんはやっぱもうほぼ尼崎に住んでるからだからそんな階級でもない。で、お父さんはなんかもう借金ばっか作ってくる、そういう家だからファミリア着れないじゃないですか。で、お母さんどうしてたかっていうと、そのファミリアのショーウィンドウに行ってずっと見るんですよ、その服を。そしてそれを記憶に焼き付けるんですって。その記事とかも覚えるんですって。そしてその記事を買って、記憶のパターンをもう一回再生して、ファミリアと全く同じデザインの服を自分で自家生産して着せてたんですって、小池百合子に。で、これってなんていうかな、そのブランドロンダリングじゃないですか。これってね、まさに小池百合子がその学歴ロンダリングとかをすることによってのし上がってきたというキャリアを、まさにもう予表するような出来事で、なんかね、本当に悲しさでもあるんですよね、実はね。ね、だからといって、じゃあその政治家がね、そのロンダリングをしていることを許すかといったら、僕は全然ダメだと思うから、やっぱり彼女には反対しますけれども。で、まあ、さっき言った話ね、その小池雄二郎、お父さんの話ですけれども、1ナンバー495ページ、5番ですね。小池家の経済は年々悪化していた。会社の経営が悪くなればなるほど、雄二郎は会社を立て直そうとするのではなく、逃げ場として政界に転身しようと画策するようになっていたと。で、この小池雄二郎というですね、小池百合子のお父さん、どんな商売してるかというと、なんかね、石油をなんか輸入した会社、大元の会社からガソリンスタンドに卸す、その卸しをしてたらしいんだけども、その仕事ぶりがもうひどかったんですって。もう本当になんか、約束守んなかったりとかね、もうとにかく評判悪くて、だけど親戚の付き合いがあるから、なんとかまあ、もう今回だけはみたいな感じでみんなが我慢してた、そんな状態だった。だけどさすがにそんな商売してたらみんなから信頼を失っていくし、その傾くわけですよ、ね。で商売がうまくいかなくなればなるほど、雄二郎はなんか政治家になろうとし始めるんですよね。それがまた彼女の、まあ、山下るゆえんなんですけど。で、中曽根康弘や、福田赳夫の講演会、福田赳夫の講演会に入り、できる範囲の寄付もしたと。しかし、そんな人は世の中にたくさんいる。例えてみればファンとスターの関係だったが、本人は中曽根のブレイン、谷町と不一致をしていた。だからちょっと寄付したぐらいで、もうあの中曽根のブレインだよ俺はって言っちゃう感じ。これもですね、小池さんにも引き継がれるんですよ、これね。で、小池も、
父は有名政治家の谷町をしていた。三島に幸男が亡くなってから盾の会の人たちの面倒を見ていた。中曽根さんからは毎年長ネギのお歳暮が届いていたと次長他で語っていると。だからこれ嘘なんだから父親の嘘なんだけど、小池さんはその嘘に乗っかる形で、父親はいや中曽根さんのブレーンしてましたよとか娘が言っちゃうんですよね。すごいですよね。でしかし中曽根も福田も裕次郎と会ったことはあるとしながらも深い交友があるわけではないと前述したルポライターの森の取材に対して答えている。中曽根の秘書の一人に私も確認を取ったが笑いながらこう交わされた。谷町とかブレーンとか聞いたことはないですしありえないことですよと。はい、ということで、まあだからこういう人をお父さんに持ったということが本当にねどれだけね大変なことだったかと考えるとですね、ちょっとねある種の同情すらね、ね考えてしまうということがあるんですよね。でまあこれちょっと関係するからちょっともう35分来てるけど最後のね、まあ、今回の最後の引用しますけれども、ね608番ですね、1ナンバーにもあるんですよ。裕次郎が選挙後中東を利用して日本人相手にどんな商売をしようとしていたかはこの講演会の記録からも伺える。また彼は自分が選挙に落選したのはある国家的陰謀に巻き込まれたからだとも後年述べているとね。岸信介が世界的に影響力を持つ自分を警戒し自民党の公認を出さず、さらにわざわざ自分と同姓の小池という人物を探してきて対立候補を立てたのだと、ね、サンデー毎日の1993年の記事にこう発言してるんですね。こういった発言からもどういう人間であったのか知ることができる。つまりあの小池裕次郎という人はですね、なんかだから兵庫県で、国会議員になろうとして出馬してるんですよ。だけど3位かなんかで落選してるんですね。でその選挙活動に小池さんも借り出されてるんですよ。小池百合子さんもね、それで、じゃあ落ちたのは何でかというと自分があまりにも世界的に影響力があるから、岸信介、まあ、安倍さんのおじいさんですけど、岸信介がもうこの自分の影響力に、ね、警戒して、わざわざ自民党からの公認候補を自分にぶつけてきたって語ってるんだけど、そんなはずがないっていうね、周りから見たらそんなはずがないっていうね、そういうですね、もう人なんですよね。で、日本人には中東の有力者と太いパイプがあると思わせ、中東の有力者の間では日本の有名政治家の代理人であるがごとくに振る舞う。大ボラを次々と吹く。この思考の破綻した父に娘の人生も翻弄されていくのであるということで、だから、まあ、彼が後にですね、その、まあ、石油関係のことをやってたということで中東に行くんですよ。これが、ね、小池百合子のカイロ大学につながっていくんですけれども、そのですね、その裕次郎のしてたことっていうのはどういうことかというと、中東に行ったら俺はもうちょっともうね、安倍の新ちゃんとも新太郎ね、安倍の新ちゃんともちょっと飲み仲間だし、そうね、畑山一郎ちゃんとも最近飲んだかな、言っとくよみたいなことを中東で言うんですよ。で、日本に帰ってきたら、まあ、アラファトね、最近あれだよ、あいつもちょっと老けてね、ちょっと、最近ちょっと食いすぎだって言ってたからダイエットしてるらしいよ、なんつって。俺ちょっとなんか言っとこうかなんつってね、言ってたんですよ。だから、どっちにも大物ぶる、それはなぜなら、その情報の非対称性があるから。でも実際は誰とも繋がってないっていう、そういう人だったんですよね。で、それが小池さんにもまたね、引き継がれていくっていうのがまた面白くてね。で、その裕次郎と、じゃあ百合子の一番の違いは何かというと、裕次郎の場合は、世の中は彼のことを本気にしなかったけど、百合子の場合は、世の中が彼女のことを本気にしちゃったんですよ。この違いなんですね。ということで、もう38分話したんだけど、もう全然進まないな。全然進まないね。すげえ面白すぎて。とにかく、まあ、飽きるまでやりますわ。だから、今回は第1回ということで、次回は第2回をお送りします。女帝小池百合子、まだまだ面白いことがいっぱいありますので、ぜひ次回にもご期待ください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画を音源でお会いしましょう。さよなら。